はい皆さんお疲れ様です今日は2020年1月29日、えー、1日働いてきました皆さんお疲れ様です今日の昼休みに人と会っていろいろ話したんですけど、えー、その方がセミナーになんかされたよう参加されたようで、えー、そこでこんな質問があったということで話題になりました あと1年しか生きられないとしたら、まあ、今の仕事をやるか、まあ、今やってることをやるかっていうような話題でまあ私だったらどうするかっていうことだったんですがまあいろんな話をしてる中でそんなような話になったんですがまあいろんなこうシチュエーションがあってどれが 答えっていうのもないと思うんですけど私が考えてしまったのはあと1年の命なんて言ったらきっと健康を害しているだろうなってまあおとなしく死を待つだけかななんて思ってしまいましたおとなしく死を受け入れるっていう感じかな、まあ、どんな病気でその死に向かっていくかにもよると思いますけど まあ、あと1年しかないとしたら、まあ、相当な病気だと思いますからね。まあ、私の場合は、じっと、それを受け入れるかななんて思いましたけど、多分その話は、そういう話、そういうことを聞きたいんじゃなくて、まあ、あの、まあ、今の仕事を続けるかどうかっていう話、まあ、本当にやりたいことを、まあ、今できてるのかっていう。 まあ話であと1年しか生きられなかったらどうかっていう例え話をしてるんだと思うんですけどうんまあこれはもう本当に書く話ですけどあと1年しか生きられなかったらその1年で何やるかっていうふうに考えたらまあ今やってるこの YouTube にもっと力を入れて やっってていいいきたいかなって思います例えば旅をして動画を撮って、まあ、そこで人と出会ってそれからまあ自転車に乗って自転車で旅して動画撮ってうんそんなのをこう続けてみたいななんて思いますもっともっとそのみんなに喜んでもらえるような動画とか撮れるようになりたいですし、まあ、いろんな技術を身につけたいなと 思いますそれからまあそれはそれとしてで本当にあと1年しか生きられないとしたらまあ大事な人たちに会ってありがとうお参りをしたいと思いますありがとうお参りっていうのは、まあ、どうもありがとうございましたということで訪ねていくと同じように神社もありがとうお参りをしたいとまあそんなこんなで 多分、一1年が経つ計算です。うん。まあ質問者の意図としては今の仕事をやるかどうかっていうことなんですけどまあ例えばですけど自分がもしできるんだったら1年で死ぬとかどうか関係なく ややると思うしやれるとと思思ううしれんですね例えば飛行機のパイロットに明日からなれるかといえばなれないですし本当にパイロットになりたいんだったら、まあ、パイロットになるためにその第一歩を明日から踏み出すと思いますそれがパイロットになれずに死んでしまったとしても それはパイロットっていう夢に向かって歩んでる志半ばで死んでしまうのでまあそれはそれで幸せかなと思います毎日はつまらないこと、まあ、そういう地味,地味なこと地道なことのコツコツとしたこう積み重ねだと思っていますのでまあそれで死んじゃっても全く 問題ないですまあ今は私は毎日自転車のトレーニングとか、まあ、ウォーキングやったり、まあ、休みの日は自転車乗ったり登山したりっていうことをやってますけど、まあ、それは何か目標に向かってやってるっていうよりは、まあ、毎日コツコツトレーニングするっていうのが、まあ、地道な私の楽しみなので。 まああと1年しか生きられないとしても多分何かこうそれをやったところでたどり着けないと思いますけど今やってるロードバイクのトレーニングとかをコツ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 1年間やり続けてまあそのまま死んじゃうんだろうなと思います皆さんだったらあと1年 しきらら、れないとしたら今の仕事をやっていますかとかどうしますかっていう質問に対して何て答えますか今日は私はそんなことを聞かれたのでちょっと夜の雑談ということで動画にしてみましたまた明日お会いしましょう